皆さんこんにちは、Bレジェンド管理栄養士のぬのめです。皆さんこんにちは、Bレジェンドソメラです。今日はこちらの筋肉マンの、レビューをしていきたいと思います。眩しいですね。はい、まばゆい、すごいですね、輝きが。はい、こちらの、すごいパッケージのゴールドの筋肉マンなんですけれども、こちらはですね、取扱店舗が筋肉ショップとドン・キホーテ、あとヨドバシカメラ、ビレッジヴァンガード、アニメイト、あとビッグカメラとオリンピックですね、はい、こちらの店舗でのみ、今取り扱っている商品になります。なるほど。じゃあうちのちょっと公式のはいにはお店には置いてない。置いてないです、買えません。でこちらの、気になる風味名なんですけれども、はい、筋肉バニラ風味。はい、筋肉マンの植えさしてるやつですね。はい、おお、はい、はい、筋肉バニラ風味になります。筋肉バニラ筋肉 バスターとかけました。はいですね。味の方はですね、まあ、筋肉バニラ風味なので、バニラ風味ということになります。なるほど。はい、で容量の方が、700g ですね。1食、29g あたり、エネルギーが 116.6kcal、 タンパク質が 20.1g、 脂質が 2.2g、 炭水化物が 4.1g で、食塩相当量が 0.2g、 ビタミン C が 41.5mg、 ビタミン B6 が 1.2mg になります。はい、まあ、ちゃんとね、いつも通り1食で 20g 以上のタンパク質が取れるようになっております。なるほど。ではですね、こちら早速試飲をしていきたいと思います。で、お水はですね、いつも通り200になります。はい、中の方にスプーン、入っております。白の中スプーンですね、こちらになります。匂いすごいバニラです。あのなんかアイスのバニラ、バニラアイスのすごい匂いしますね。美味しそうですね、これは。はい、色は白ですね。サラサラしてます。うん、いい匂いですね。美味しそうな匂いします。ではこちらの、中スプーンすり切り4杯入れていきます。泡立ち全くないですね。そうですね、すごい綺麗に溶けました。はい、あ、いい匂い。それではいただきます。あれですね、溶かしたらよりバニラの香りが香りますね、うん、すごいいい匂いですね。いただきます。うまい！美味しいですね。やっぱスタンダードなバニラって感じですけど、ちょっとうまいのテンションが低いですね。え、ほんますか？ダメ出し食らっちゃった。美味しいですね、うん、本当ね、美味しい。もうバニラ、甘いバニラの味がします。すごく美味しい、飲みやすいですね。かなり美味しいですね、うん、水でも美味しいけどな、牛乳とかで飲んだらもっと美味しいでしょうし、うん、あ、そうですね、牛乳溶かして凍らしたら、うん、絶対美味しいですよね、これ。バニラアイスが、うん、バニラアイス、本当にバニラアイスですね。そうそうそう、うん、本当なんかお菓子にも使えそうなぐらい あのしっかり甘さもあって、で濃厚な感じもあって、すごく美味しいです、うん、ではですね、今日はこちらの、筋肉マン、筋肉バニラ風味、の方を、紹介させていただきました、うん、ぜひですね、先ほどご紹介したお店にしか売っておりませんので、そちらの方にですね、買いに行っていただければと思います。それでは今日の動画が良、かったと思っていただいた方は、グッドボタンとチャンネル登録の方よろしくお願いします。それでは次回の動画でまたお会いしましょう。さようなら。さよなら。